牛山菊子は日本の美容家、美容研究家。昭和期の美容界において、美容団体の創立、テレビ出演などのメディア、雑誌への寄稿などで、美容文化の発信に活躍した。戦中に、過度の美容が制限されて、パーマネントウェーブが禁止された際、同志たちと共に、その反対運動を起こして、美容業を延命したことでも知られる。 昭和中期の美容界を代表する人物の一人、美容界の最高権威の一人とも言われる。長崎県佐世保市で、父が海軍大佐、母方の祖父が陸軍師団長という軍人家庭の芝をかけに生まれた。父は、婚約時代から遠洋航海して、日本国外の装飾品を妻に送り、ミッションスクール出身の母は、菊子の幼少時からおやつに、 西洋菓子を手作りするなど、当時としては、進歩的な家庭であった。父の転任に伴って、神奈川に転居。1923年9月には、関東大震災にあったが、母の気丈な振る舞いで避難でき、被災を逃れた。日本女子大学在学中に、対象デモクラシーの風潮の影響を強く受け、働く女性の子供を預かりたいとの考えで、ほぼを目指して、 児童心理学を学んだ。しかし1927年、かつて自分たちを支えた母が、電車事故に遭い、顔が歪むほどの顔面列傷の重傷を負い、左腕も複雑骨折で自由を奪われた。キクコは、母の介護のために、学業を断念した。キクコはもともと着物より洋服を好み、身だしなみにも気を使う性格であったために、母を介護しつつ、 その顔の傷を隠すために髪型を工夫した。以前から髪をいじることが好きだったことや、当時は著名な美容家が脚光を浴びていたこともあって、次第に美容への興味が募り、後の菊子の人生を決めることとなった。1931年の結婚写真。前列向かって左より二人目が菊子。その右隣が夫の牛山吉次郎。後列左端は、 吉次郎の兄の牛山清人。1930年、菊子は母の髪の世話を通じて、美容会の道に開岸し、東京東銀座のハリウッド美容研究所に入所した。間もなく、同系列のハリウッド美容室に移り、初代名牛山に指示した。菊子の祖母は、軍人家庭という事情もあり、陸軍の軍人など、結婚相手を紹介し、 結婚資金まで用意したが、菊子は、その金を、美容の勉強に使わせて欲しいと、美容会の意思を貫いた。同1930年から翌1931年にかけて、父が脳一血の病床で、徹夜で、母の看病を続ける菊子に、やるからには、一流の美容師になれと励ましつつ死去。妹二人と母も、相次いで死去と、不幸が続いた。この間、 二代目、名、牛山の義弟である牛山吉次郎から求婚された。家柄の違いから親族たちは反対したが、すでに恋愛感情が高まっており、菊子は反対を押し切って1931年に結婚した。同1931年、ハリウッド美容室の銀座四丁目支店の主任を任された。モデルやカフェの女給たちも多く通い、 香山雄三を出産したばかりの小桜陽子、阿波やの子といった乗客もいた。原節子も客の一人であり、彼女に最初にパーマをかけたのが菊子であった。しかし、店自体はごく小規模であり、窓からすぐに松屋が見えたため、松屋の大きなビルを眺めつつ、いつかはこんな大きなビルで仕事をと憧れる日々を送っていた。時代は戦時中へと突入し、 美容は自粛せざるを得ない時局となった。菊子は、その対処のため、上野の松坂屋美容室の芝山美与か、新宿の真矢片岡、銀座テルミーハウスの山本鈴子、銀座の資生堂美容室の小畑悦子、有楽町レート美容院の甲賀貞ダオ美容師たちと、共に、美容クラブ、歌謡会を結成した。1939年、パーマ禁止が打ち出されると、 キクコラ歌謡会は国民精神総動員運動や美容業を監督下に置く警視庁保安部へ禁止撤回を再三にわたって嘆願した。その結果営業禁止ではなく自粛を条件として美容営業の延命は実現された。しかし1941年の日米開戦後は日中戦争以降からパーマネントはやめましょうとの国策が叫ばれていたこともあり。 国策への協力として、銀座の街角で派手な髪型の女性を呼び止め、地味な髪型に直すという、美容家としては、屈辱的な仕事も信いられた。上海での開業そんな折に、義系である牛山清人から、上海で土地を確保しているので、そこで美容室をやってみないかと、誘いがあった。菊子はこれに同意し、1942年、夫婦二人で、 東京を抜け出し、上海へ渡った。同1942年に、上海のキャッセイホテルで、店スーシアマビューティサロンを開業した。フランスから買い揃えた、ルイ王朝風の椅子、彫刻を施した三面鏡、ドライヤー八台、窓は、総ガラス張りと、当時としては、東洋一の設備であった。上海は、各国の列強に支配された、 半植民地であり、美容を楽しむことのできる別天地であった。毎晩のようにダンスパーティーを巡る生活であり、後に聞く子は、生涯で最高に華やかな時だったと振り返った。しかし、選曲の悪化につれて、材料費が高騰し、営業状態の悪化に陥った。1944年、やむなくサロンを閉店した。美容の仕事を失った聞く子は、 夫の営む軍事物資商社の事務を手伝う日々を送った。1945年終戦、そして退去命令が出た。菊子たちは火災一切を捨て、地人宅の病院へ逃げ込んだ。他国に踏みにじられた中国人から恥ずかしめを受けるかもしれないと一万一のための自決用に常に小型拳銃を携帯しつつ引き上げの日々を待った。 その最中に、店の元従業員と再会し、パーマ機を譲り受けた。そこでキクコは洗面所を改装し、同居の女性たちを助手とし、即席の美容室を開業した。美容に飢えていた日本人女性たちが群がり、低料金にもかかわらず、先客番台で荒稼ぎであった。金を稼いでも日本に持っては帰れないと、友人を集めて、毎晩のように宴会を開いた。 1946年3月、帰国した。家財道具をすべて奪われ、その他の所持品もめぼしいものは検査でほとんど奪われ、トラックの荷台に荷物同然に乗せられ、船では散弾ベッドに押し込まれ、ひたすら耐え続けての帰国であった。船が中国の海岸を離れた時は、帰せずして、乗客たち皆なが、馬鹿野郎、と叫んだ。1948年、 キクコは日本での営業再開に取り掛かった。資金不足のため、粗末な家で暮らしながら、サッカリンの販売、新中軍家族への出張美容、上海仕込みのセンスを活かしての婦人服デザインの顧客相談員を経て、5万円の資金を貯めた。その後に、銀座でデザイナーを募集している店舗を見つけ、本職ではなかったものの、ある程度の心意があったため、同1948年秋。 デザイナーとして開業した。わずか3坪の物件を借りての営業再開であった。より良い物件を望んでいたところ、PX となっていた銀座の松屋の接収会場を知った。松屋はかつて憧れていた店であり、当時の菊子は金こそなかったものの、仕事にかける情熱なら誰にも負けないとの自信を抱いていた。半年以上を費やして、今期と推しの日々の末に、 十数人の出店希望者に競り勝った。さらに氷菓子を営んでいた美容関係者から無理し、無採則で開設資金を借金できるという幸運もあった。1953年5月、銀座の松屋に松屋美容室を開設した。鏡が10面、美顔室が2つ、美人と称する15人の従業員が話題となった。松屋の牛山ブランド A の確立の 第一歩と呼べる花々しい回転であった。マヤカ・タオカともに、この時代を代表する美容家の一人となった。その一方で、有名となったが、ための客からのクレーム、借金の返済、生まれて、初めての約束手形の振り出しなど、気苦労も多く、神経性の円形脱毛症ができるほどだった。同1953年4月、更新の育成のため、 品川区上大崎に牛山美容文化学園を創立した。佐伯地図もこの学園で学び、後に菊子の店の従業員となった。翌1954年、宮本三郎による菊子の肖像が、週刊朝日11月7日号の表紙を飾り、その原画は菊子の宝物となった。その後も美容室の展開、日本ヘアデザイン協会の創立、テレビ番組、 暮らしの窓のレギュラーなどのメディア出演、東京大神宮松屋サロンなどの婚礼美容の担当など約10年間にわたってかつてないほどの多忙を極めた。特に白髪をカラーリンスした個性的な美しさは中年美として評判となった。美容家としては順風満帆と言えたが自身は決してそれに満足することはなく美容の本場と言えるフランスやイタリアへも渡り、 丹念に美容の感覚を磨いた。美容を目指す前の学生時代には、対象デモクラシーに影響されて、海外へも羽ばたきたいとの思いを密かに抱いており、くしくも美容家としてその夢を叶えることとなった。世界美容家協会にも入会し、業界の国際的交流の橋渡しの役も、務めていた。1969年5月、明治の女性の骨を残したいと主張する、 王やマサラと共に、明治生まれの女性を中心とした、新睦会、あだばな会を結成した。阿波やのりこもその一員であり、他にも、産婦、廃人、編集者、医師ら足しの面々が集まり、随筆など自由な意見発表の場となった。1976年、入院した夫の介護のため、戦後の営業再開当時より店で働いていた妹夫婦を養子として、 第一戦を任せた。自らは会長職に退いたが、その後も1980年には銀座の高級レストランで美容のショーを開くなど、70歳を超えた高齢にも負けない息を見せた。1983年には松屋の真相回転に伴い、時点をベルコワフシアマと解消して真相回転させた。1984年、夫が死去し、 家の前で独り言を繰り返す日々が続いた。1993年5月には、アダバナ会も結成25年を機に引退した。2004年4月17日、東京都内の疲労病院で老衰により95歳で死去した。子宝には恵まれなかったが、子供がいなかったから身軽でいろいろなことができたとも語っていた。没後、パリの世界美容家協会から、 厚労省が送られた。著作の一つ、美容善科は、戦術の佐伯地図が人生を変えた一冊として、名を挙げている。母妃は、夫と共に、神奈川県鎌倉市の鎌倉霊園にある。菊子は、次女、人生汗鏡の中で、自身を、およそ商売っ気がなく、変わり種の素人臭い美容家と分析している。幼少時より、朝晩、 両親に三つ指をついて挨拶するお嬢さん育ちであり、経済関連には乏しかった。初めて手にした給料は小切手であり、小切手の使い方も全くわからなかった。軍人家庭で金は癒しいものと教えられたため、独立して開業したばかりの頃は、料金を受け取るたびに冷や汗をかくありさまであった。戦中、戦後の波乱万丈であった三十歳代については、当時の経験が、 後の美容業に大きな影響を与えたことを、後年、以下の通り語った。様々な危機を乗り越えられたのは、人種、国籍を問わず誠実な付き合いをしてきた人たちに、助けられたからです。食べるための苦労が続いていましたが、その体験からお金のためだけの仕事はしたくないと思いました。牛山菊子、おしゃれ追求最先端、吉弘市1996。 P420 より、引用1995年夏著書、人生汗鏡の出版記念パーティーが、東京都内のホテルで開催された際には、86歳の高齢でありながら、ロングドレス姿で、年齢を忘れさせる色かとも言われた。美しさを保つ秘訣を、年齢にとらわれず、似合うものを着るなどと述べた。また、流行やブランドに関わるより、 自分の目を養うことが大切とも語っており、何度もフランスのパリに渡っていながら、フランスの有名ブランドであるルイ・ヴィトンの店の所在すら知らなかったという、ハリウッド美容室の乗客であり、晩年にアダパナ会の同志であったアワヤノリコは、キクコを心の友と呼んでいた。アワヤが1 9 3九年に離婚を決心し、キクコの店へ駆け込むと、キクコは彼女の事情を よく理解し、仕事で汗ばみながらも手を握りしめて、しっかりねと励まし、共に涙を流し合った。戦中の苦楽を共にし、同年代であった、芝山美代か、まや片岡とは、夫婦ぐるみで信仰を深め、後に、業界三馬ガラスと呼ばれた。真矢片岡が、死後の世界を否定して、死は、無と語っていた晩年とは、対照的に、菊子は、死は、 美しい日陰生まれゆくことと語り、最後まで人生を肯定的に捉えていた。ありがとうございます。